お、全部拾った。オッケー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 。2倍とかなかったですね。あ、強っ。はい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 、アポカリプス全然やってないからね、全然知らないんですけど。お、強っ。こんにちは、ケイドラです。今回は朽木ルギアの重心化使っていこうと思います。今回艦隊で使いたかったんで結構 HP 持ってきました。で、1体だけ遊撃ついてるんで、まあ、友情コンボの火力だったりね、その辺も見ていこうかなと思います。まあ、まず簡単なクエストで友情火力を見てから、まあ、難しいクエストで殴り火力見ようかなと思います。ではまず不動明王ですね。雑魚が結構いるんですけども倒せるのかどうか見ていきましょう。はい、 HP12 万あればコネクトスキル発動するんで、今回結構盛りましたけどね。同族加盟3種かな。あ、いけましたね。同族加盟、加盟劇、加速名、同族加盟と、あと戦型加盟とかね、劇種加盟のどっちかをつけてあげれば12万いきます。いけるかなこれ。弱点嫌いも乗ってこないからね。おお、いったね、いったね。いやでもこの次きついか。ちょっと配置ばらついてるし、全部拾えないよね。さすがにここはきついと思うな。ちょっと、最悪一歩になる可能性あるしね、拾うの。お、全部拾った。オッケー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 。さすがに、ね、全部拾ったらいけましたね。はい、でこの次からですね、弱点キラー M が乗ってくるんですけど、まあ、そうなればさすがに強いんじゃない。まあ、拾いにくいなこれ。また困った。はい、まあカマエルに関しては、まあ、あの比べる対象が現状カマエルしかいないんでしょうがないんですけども、カマエルはやっぱりその裏友情超絶爆発も普通に強いし火力売れてるんで、まあやっぱり群がった時の火力はカマエルの方が高いと思うんですけど、まあこのキャラ友情主体のキャラじゃないんでね、そもそもにしては頑張れてる方なんじゃないかなとは思います、ね。はい、弱点キラー M で2倍火力かつ、まあ超バランス型の恩恵ですね。まあ通常のクエストだと 1.2 倍入るんで、まあ、そこそこ出てると思う。うん、まあ元のルキアって本当に友情をね期待できなかったんで強くなりましたね。まあ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 、意外と頑張ってんな。だからもし仮に弱点がめちゃめちゃ出るクエストだと、もう友情コンボ常に2倍の火力入るんでね、強そうですけど、まあそういうクエストだと多分ね、弱点貫通とかね連れていく可能性の方が高いから、まあ、実際使うか分かんないですけど、はい、群れておきたいね。はい、うん、まあ HP 共有してるんで2倍入ってますよと。これラスギ心配な、これダメージじゃなくて地雷大丈夫かな。はい、でボスはあれですね、直殴りダメージカットしてるんであんまり直殴り入らないんですけど、友情火力頑張れ。まあ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 いいんじゃない。あそこ群がってるね。しました。この不動明王って右上のやつ1ターン目だけ倒すと蘇生するんですよ。これ豆知識ですね。昔めっちゃ不動明王してプレイしてきた方は知ってると思うんですけど、はい、まあ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 不動で使ったから分かりにくかったのかもしれないですけど、まあ、普通に友情火力は入ってた方かと思ってるんですけど、どうですかね。はい、じゃあ次もう1回ぐらい簡単なクエストやるか。まあ、今回このキャラだけ唯一艦隊性能が組めるコネクトもらってるんですけども、まあ、まあ言うて艦隊で使うことはないと思うんですけどね。はい、やっていきましょう。ここだとちょっときついかもね。うん、まあ友情下のクエストじゃないんでちょっときついね。まあ多分殴り火力相当見れると思うんで、ここで見るのありだな。うん、ワープ魔法陣対応してますんで、まあ、あんまりないっすよね、ワープ魔法陣のクエスト現状。なんか魔法陣絡みがすっごい僕の体感少ない気がする。なんか、こうないとやっぱ魔法陣って出しにくいのかな。まあ、最悪なんか一応さ、なんか、かわせばいけるじゃないですか。
まあ、とは言っても近畿29のようにひよこビームめっちゃ来たらきついですけど、なんとかなるギミックだと多分運営を認識してる気がするんで、あんまり高難度では出してこないのかなと思ってるんですけど、まあ自強化倍率もまあ今回のコラボキャラめちゃめちゃ高いってわけじゃなかったですね。全体的になんか最大でも 1.65 とかそれぐらいだった気がするんですけど、2倍とかなかったですね。あ、強っ。なんでその入ったの今めっちゃ火力出たね。まあ殴り込みですけど結構入ったね。もう雑魚処理無視しますよ。友情拾っていきます。はい、多分倒せそうじゃない、強引に超レザスと。まあいいね、うん。まあ群がってるとやっぱり普通に友情火力も入ってると思うし、まあランページ自体がやっぱ強いのかな、この友情コンボ。まあ弱点嫌いも乗ってるし、超バランスなんですけども。まあパワー型だとさすがに弱そう。まあどの友情コンボも一緒か、それは。はい。弱点はそこか。弱点殴りたいよな、どうせ殴るんだったら。まあ反射タイプの弱点キラーってなかなか扱いにくいですけどね、そのシチュエーションになることが結構難しいんで、貫通の弱点キラーは本当に強いと思う。だから反射で強いキラーってどっちかというとまあ連撃キラーとかそっちになるのかな。弱点キラーってやっぱ難しいですよね。目の前に弱点持ってくるっていうのは難しいし、隙間どんぐらい空いてたっけ。狭いな。めっちゃ狭かったわ。で超レザスと、赤ちゃんってこんなに雑魚あれなんですね、壁際にいるんですね。ちょっと怖いから倒しておきます。はい、弱点がなんか陥没型な感じするけど、まずでも殴れば強いでしょ。うん、入ってんね。ナイスナイス。どう、強い強い強い。もし仮に爆発の友情コンボのキャラがいれば、常に爆発を拾った時は 1.5 倍火力入るんで、まあ、殴り火力やっぱ高いですよね。はい、SS 打っていきましょう。最後追撃するんですけど、近くの敵なんですよね。近くの敵やめて。最初に吹いた敵にしてよ。全部倒して。 OKOKOK。 でダメージも少しとかはないよねこれ。はい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 、かっこいいなこれ。氷ってやっぱいいよね。氷なんすかねこれ。え、でも東城も氷やからめっちゃ氷キャラ多くないですか、ブリーチ。これ間ギャンできんのかな、手の判定が分かんないですね。めっちゃ手ガバガバやったわ。で近くの敵なんでこの場合直線上かな、うん、上のゴーレムと範囲見ようか。あー、まあワンウェイレーザー EL ぐらいかな、そんぐらいの範囲かなと思うんですけど、見た感じだと。うん、弱点殴った時の火力はやっぱめっちゃ高いね。超バランスだし、うん、ちょっと使えるクエストもっと探してみます。現状ね、殴りを生かせそうなクエストをやっぱり探したんですけども、あんまりなかったんで、まあちょっとエレメントエリアあるんですけども、ここで使っていこうと思います。きついかな。アポカリプス自体苦手なんですけど、これは直接いけんのかな。きつそうやな、ブロック。いやむずここ。まあ跳ねたね、ブロック。おっ、強っ。
弱点殴った時めっちゃ強いやん。やば。これとかもさ、一撃めっちゃ重そうじゃない？弱点殴った時。ねえ。左弱来い、左。左来い。まあいいか。まあいいや。友情を軽く見ていきましょう。ああ、入ってんね。これは入ってるね。うん。だいぶ出てるよ。めっちゃ回復するけどね。なあ、強っ。まあ、やっぱり、弱点ケアありきの友情コンボだったり、殴りは、だいぶ火力出ますね。うん。想像以上に出てる。これとかもめっちゃ強そうです。倒すでしょ。あ、強いわ。まあ、超バランス型っていうのもありますね、これは。マジで。超バランスの恩恵もらってるし、エレメントエリアとかね、その属性効果アップでは、すごい恩恵もらうんで。いいね。おお、削る削る。あ、結構削ってくれるね。はい。まあ、HP3 もあるんで、耐えましたね。2P がボス裏にいる。ジャック右来い。右、右、右。オッケー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 。これは強そう。入れ番。いやでも強いな、やっぱり。入れ番はしちゃったけども。おーおー、待って。なんでそんな入ったの今。HP の友情かな。結構入ったね。普通に使えてるわ。はいはいはい。いやー、殴り強っ。うん。やっぱ爆発のキャラと組み合わせたいな。パワーフィまとって殴りたい感じするんで。ここってなんか間はまれたっけ。アポカリプス全然やってないからね。全然知らないんですけど。お、強っ。はまれるんや。はい。まあ上に打つでしょ。いや、氷きれいやな。いいね。かっこいい。まあラストをちょっと適当に打ちますね。適当に打って。なんかいい感じに、なんかサムネ映えするようなエッセンスを打ってくれ。下に打つよね、これは。ああ、でも倒したね。結構火力入ったわ。はいはい。じゃあこれはどうしようかな。縦貫とかしてボスだけに追撃飛ばしたい。ナイス。弱点は多分捉えないでしょうね、さすがに。これはあ、当たってるわ。結構じゃあ範囲やっぱワンウェイレーザー言えるぐらいありそう。もうちょい太いかな。なんか思った以上に広いかも。これ属性友情なん、属性効果乗るんですかこれ。ここで打ってみたいな。乗るんかな。ナイス麻薬感。乗ったら嬉しいけど、無属性だったらちょっと悲しいね。まあでも、ちょっと見た目的に、無属性な感じはするけど、どうかな。ワンチャンス水属性。いや、それはないか。はい。さあ、どうかな。お、属性っぽいね。おー、いった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 。なるほど。じゃあ、これ多分属性ですね。さっきとダメージが明らかに変わってるんで。うんうん。まあ、いい感じに使えたんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでルキア使っていったんですけども、やっぱりちゃんとギミックが噛み合うクエストではかなり強かったですね。まあ、弱点キラー M の殴りも強いし、まあ、回復 M 状態上回復も地味に役立ってたかなと思います。超アンチワープ魔法陣だけっていう活躍なんですけども、トリプルアンチだったらね、もっと評価高かったんじゃないかなと思いますね。ちょっともったいないですね。まあ、友情コンボに関しても、ランページ反射レーザー EL1 が、
まあ正直今現状カマエルしかいないんで対象がそこになっちゃうんですけども、まあカマエルと比べるとやっぱり爆発がないっていう点で群れた時の火力はね劣るんですけども、まあそこがメインじゃなくて、まあ、パワーフィールドだったり、まあシンプルに弱点キラー M の殴りが強いキャラなんで、まあ爆発の友情コンボのキャラと組み合わせ上げて自身でパワーフィをまとって殴るっていうところが結構難しいコンテンツではね生きてくるんじゃないかなと思います。で SS は属性効果載ってましたね。自強化プラス追撃系なんですけども、ゲージの持ち越しとかはありませんでした。そこはね前回までと一緒なんですけども、防御力ダウンとかもね前回からついてるんで後続の火力サポートにも一応つながります。使う前よりも使った後の方がなんか評価上がった感じするんですけども、想像以上に殴り火力だったり友情コンボの火力は出たんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。